どうも、シマノの川本です。今回はちょっとワールドシャウラの新しい機種が追加になりましたので、その機種の説明をしたいと思います。で、今回は今までのワールドシャウラは、まあ、大物ターゲットとか、まあ、バス、まあ、大きな魚のターゲットだったんですけど、今回は、まあ、テクニカルエディションということで、メバルやアジング、まあ、トラウト、特にエリアトラウトですねに、焦点を当てた商品が全部で6アイテム展開されますので、よろしくお願いします。で、特徴としては、まあ、ワールドシャウラには全部搭載されてるんですけど、スパイラル X コアという、まあ、新しい製法で作られたこのブランクスが主な特徴です。で、細身設計なんですけど、まあ、しっかり強靭なパワーを生み出せる設計にはなっています。で、あと、まあ、ポイズンアドレナとかアルティマに搭載されているこのカーボンモノコックですね。この部分によって、まあ、感度が増幅されますので、トラウトのちっちゃいあたりや、あ、アジ、メバルのちっちゃいあたりもしっかり、取ることができると思います。で、このデザインもですね、まあ、ワールドシャウラなんですけど、全体的に赤身のデザインになってますので、まあ、ちょっと他の竿とは違ったテイストにはなってますので、まあ、釣り場でもしっかり見えて、まあ、エツに浸ると言いますか、道具のエツに浸れると思いますので、どうぞ使ってみてください。